今日の車中飯ですけども、この中でフライをね揚げていきたいと思います。また僕の愛用している、ね、最近毎日使っているサンドメーカーの車中飯エビフライを、今日はまあ簡単なんですけど、普通にね市販の買ってきたんですよ。これ。うん。で、はい。こっちであった方がいいな。の方がいいんじゃないですかね。あったかいから、ね。はい。いつも使ってるのは、ちょっと一回、紹介しましたけど、いつも使ってるのは一回置いといて、新米の、新米のハッピークッカーを、ハッピークッカー最高よ、これも。使うっていうことで。でしょ？はい。これに、油かも。何油ですか？まあこれこれオリーブだけど、ね、まあ何でもサラダ油なのいいね。ビーこんなもんでいいですか。いやちょっと想像つかないでしょ、うん、えこの人何をしてるんだろうって感じじゃない、うん、かけるの好きっすね。なんかえフットサンドメーカーで料理するってこういうことよ。それでこれを、いやっていうか、はい、車内でさこの油のまま食べれるのがいいじゃない。いや間違いないですね。絶対崩れてます。ダメだね。まあまあまあ、じゃあね。絶対遊びあるんで、絶対崩れます。それだってまた反対側にするんじゃないですか。違うんですか。それしないか。いたのかな、最初は。そうっす、うん。はい、それでは、セッツ。はい。はい、上げていきたいと思います。よいしょ、パチッとな。いいっすね。じゃ待ちで待ちましょう。はい。いやーしかしこの、はい、コロナ禍このこ、ね、このコンロいいっすね。このコンロお前コンロって言ってた。コンロじゃないですかこれ。俺今このコロナ禍がさーって言ったあ、ライドの今コロナの話してた。コンロの話かと思ってた。コロナ禍の中さーって言ったんだよ。なんかおなかの話変えやがってと思ったらコンロって聞こえたんだよね。コンロって聞こえました。ごめんなさい。あーでも住めるねこれね。いや余裕ですよ。おやっぱ憧れのキャンピングカーやっぱ 最高だわ。あーね楽しい。こういうこと普通の車できないよ。できないです。うーんやっぱこんだけね広いっすもん。広いよね。それでいて本当乗用車と変わんないあの幅と長さ。そうっすね。傘があるだけでさ、うんすごいわ。いいっすよね。ほん大型の例えばクラウンとかより、はい、長さで言えば幅と長さで言えばちっちゃい。あ、そうなんですか。実用性というかなんかすごくいいですね。幅意外と狭いんだけどさ。でも広いっすよ。広く感じるよね。めっちゃもういい状況だ。遊びができる。本当にいい。はい。あ、まずだ。やばいな。いい匂いする。止めるわ。はい。ちょっと怖くなっちゃう。どうでしょうか。中開けてみて。おお。おお。超うまそう。バッチグな加減。超うまそう。あ、こっち、あ、反対側やっぱちょっと焦げてる。けどこっち成功した。これでちょっと余熱で。この方がな。この方がどうだからな。まあいいや、これでちょっと、この余熱で。はい。先がじゃったね。じゃーん。うおー。いや、マジで超美味しそうっすね。ソース、はい、ちょっと、持ってこなかったな。え、なんで忘れたんですか？ごめん。はい。ちょっと試したいのがあるんだ。ちょうどいい。え、ソースは、ソースが一番じゃないですか？はい。前出したっけ？何がですか？いや、わかんないです。じゃあ、どうですか、それ。九段寺スパイス。九段寺スパイス。お知り合いっていうか、本当にお知り合いなんだけど、はい、仲良くさせてもらったんですけど、市川九段寺さん、はい、プロデュースのスパイス。マジっすか。九段寺さん買いましたよっていうのももう伝えてあるんだけど、はい、これで食べますからね。決して番宣では、宣伝ではないです。あ、九段寺さんがプロデュースしてるスパイスと。へぇー。
おぶねぶねで、これを一つまでピピピピ、あ、そっち、はい、あ、こっちでもいいよね、はい、ごめん、じゃあ、クダンジスパイスでこれいただいてみます。あ、ちょっと後ろこけて、まあいいや、いい感じだよ、これ、こっちうまそうじゃないですか、ちょんちょん、クダンジさん監修のクダンジスパイス、スパイス通称クダスパでいただきます。勝手に作りました。え、美味しそう。え、めっちゃ美味しそうじゃないですか。うまいうまいですか。クダンジさん、クダンジスパイスですね。クダンジさんスパイス、カットでいない。あ、本当ですか。マジうまい。あ、美味しいですか。合うね、スパイス合う。お、ほら、有名なのはあのマキシマム、はいはいはい、マキシマムっていうスパイス有名じゃないですか、はい、あれも美味しいけど、これめっちゃうまい。いや、これ本当にあのなんか宣伝入ってるんじゃないかと思うかもしれないけど、これ本当うまいね。うまいの家にあんのよ、ちゃんと開いてるのがあんのよ。はい、今日開いてる方合うから何でも。うまいですか。あ、本当ですか。あ、いいですか。じゃあちょっと僕もちょっとジャーマネが新しい。すげえ、ちょっと新しいんですか。ちょっとお願いします。ちょっと僕もいただきます。九段にスパンジをちょっとつけて。お、いや、でも持った感じすごいでしょ。上がってますよ。やばくない、これ。上がってますよ、これ。サクサクだよ。超上がってますよ。面白いな。キャンピングカー最高だよ。クダンジスパイスつけて。いただきます。いただきます。こういう遊びだ。はい。うま。美味しいでしょ。合うよね。これ合うよね。これね。うまい。ね、クダンジスパイス。合う。これ本当万能で、うん、しかも本当何にでも合うのよ。いや、買います。うん、いや本当。いや、いいね。じゃマジで。しょ。あの、これお前にあげる今日。マジでマジで。2個買ったんだもん。え、うん、いいよ。お前、それちょっと、料理するとき何にでもかけてみな。いや、これ本当に美味しいぞ。本当に美味しいでしょ。うん。これ普通にちょっと家で料理するときに、ちょっとクダンジスパイス使います。あの、アマゾンで買ったんですよ。アマゾンで。え、アマゾンで売ってんすか。へぇー。これ本当合うんだって、何にでも。めっちゃすごい宣伝しちゃってるけど、別に宣伝とか、そういう、俺に何かあるってわけじゃない。あ、じゃないから。これをしっかり。ね、いや、でも、ちょっと楽しかったね。楽しかったです。あの、キャンピングカー車中飯、もう、楽しい。これからもちょっとね、あの、ちょこちょこ続いてやっていきたいと思います。これ MVP は、九段寺スパイス。MVP は、九段寺スパイス。ありがとうございました。